何これ、かわいい。この QR コードこの学校のホームページに飛ぶ。はちみつ高校文化祭、皆さん楽しんでいただけてますか？はい、とても。お待たせしました、レモンソーダです。うか、どうしたの、その胸んとこのお花。あ、カイにもらったの？うん、好きです。俺と付き合ってください。石森ちゃんのこと永遠に名字呼びするあの能面男がね。うかちゃん、うかちゃん、俺ちょっと生徒会手伝ってくる、行ってきていい？なるべくすぐ戻る。急がなくていいよ。いや、俺が一緒にいたいから。じゃあ。殴った私も痛かったわ。その理論大嫌い。殴られた方だけが痛いに決まってんでしょ。あんたもウカの心殴ってきたじゃん。はい、論破。あゆみ、いいこと言うじゃん。あんたさ、私が相手だったらよかったね。え？キスくらい許したけど。ああ、え？全然平気。なんで？この子いつもそれで別れてる。淡白すぎて。はあ？そうだったの？ぶっちゃけ嫉妬って感情が1ミリもない。石森ちゃんにも共感できない。あんなに躍起になってたのに。一ノ瀬邪魔って。はちみつ、はちみつをよろしくお願いします。うるさ。選挙かな。私なんでここ来たんだろう。ん？失恋しに来たみたいじゃないですか。うか先輩のこと傷つけるし、モカ先輩たちには嫌われるし、 SNS は出直しだし、地獄の入り口かな。自分のせいだろ。なんでうち来たの？三浦いるの知らんかったよね。え、勉強せず受かるとこ選んだだけです。あ、そこから石森ちゃんに負けてるわ。あの子は三浦を追ってここまで来たから、はい、あんたみたいな適当な理由じゃないから。ずっと本気だから見習えよ。先輩たちは？え？なんでハチミツに？さ、サトルがここ受けるって言ったから。校則が緩かったから。ピンク色のセーター着たかった。家が近かったから。めっちゃ適当じゃないですか。私ウカに出会えたし、サトルと付き合えたし、将来の夢も見つけたし。私もツー君に出会った。モカは別にここじゃなくても今の自分はいたもんな。そんなこと言わないでよ。私ここで何か得たもんあったかな。残念具合は私も一ノ瀬と一緒かも。うかちん、上がっていいよ。お疲れ様。お客さん落ち着いた。何かあったら呼んでね。ありがとう。三浦くんのところに着替えよう。走りにくい。アミがもらったプレゼントの量すごすぎる。見た？インフルエンサーってあんなんもらえんの？羨ましすぎる。ああ、それがさ、お前石森先輩とこのままフェードアウト？いいの？なんなん？もう一回ちゃんと謝罪しに行けば？私の顔なんてもう見たくないでしょ。ハミちゃん！
お？な、何？ごめんね。は？わ、私が渡した手紙の中に、その、良くない内容のものがあったみたいで。これ？は、本当に。え、それが何か？え？罵詈雑言浴びせたくなるほど私、存在感あるんだなって、励みになりますけど。